この岡山県の臼井君なんての親子2代ですよ、選手としてお父様の後を継いでそうですね、親子2代で親子2代。お父さんは今日は審判で来ております。そうすると息子さんの審判をするということはないでしょうけれどもね、息子さんお父さんは審判で息子さんは選手でいらっしゃってるというわけでございますね、はいはい、す岡山県の指導員ですね、お父さんは、はい、